トーマス・ローレンスによる肖像が1785年頃、初代 E.D. 公爵、チャールズ・トッテナム・ロフタスは、アイルランド王国の貴族、政治家、ジョン・トッテナムとエリザベス・ロフタスの息子として、1738年1月23日に生まれた。1759年に、ダブリン大学トリニティ・カレッジで BA の学位を習得した。 1770年12月12日に第50不評連帯の大位になったほか、1761年から1776年まで、クロンマインズ選挙区の1776年から1783年まで、フェサード選挙区の1783年から1785年まで、ウェックスフォードバラ選挙区の代表としてアイルランド、庶民議員を務めた。議会では、 トーリー島に属した。また、1 7 8三年に、母方の字にあたる初代、イーリー・ハクヘンリー・ロフタスが死去すると、その遺産を継承するとともに姓をロフタスに改めた。同1 7 8三年七月十二日、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1 7 8五年六月二十八日、ロフタスホールのロフタス男爵に助された後、 1786年12月29日に父の死去に伴い、順断釈の釈位を継承した。その後、1789年よりアイルランド郵政長官を務め、同年12月28日にイーリーのロフタス死釈に除された。さらに1794年3月2日にイーリー白釈に除され、同年12月12日に聖パトリック勲章を授与された。 グレートブリテン及びアイルランド連合王国の成立日である1801年1月1日、イーリー公爵に除され、19日にはロングロフタスのロフタス男爵に除された。1806年3月22日にダブリンで死去、長男ジョンが爵位を継承した。1766年6月23日、ジェーン・マイヒルと結婚、下記の子女を設けた。ありがとうございます。